こんにちは、たつくりです。今回は折り紙でクジラを作っていきます。折り紙1枚でできて、顔はペンで描いています。黒い折り紙で作った場合は、目は丸シールを貼って目玉をペンで描くといいと思います。最初から逆に折っていくと左右逆に作れます。比較的簡単にできてとても可愛いので、ぜひ作ってみてください。では早速作っていきます。まず裏返します。上の端を下の端に合わせて折ります。左端を下の端に合わせて折り筋をつけます。折り筋に沿って中割り折りします。一度開いて手前側を山折りにして、できたら閉じます。右端を1枚だけ上の端に合わせて折ります。左端を2枚とも境目に合わせて折ります。左の角を軸にして、今折った端を2枚とも直角に折ります。ここが平行になるようにします。左下の角を軸にして、左端が下の端と直角になるように折ります。左の1枚を左端がまっすぐになるように折ります。下の端を段に合わせて折ります。右の角を今折った角に合わせて折ります。右上の角を同じ位置に合わせて折ります。折れたら上だけ戻して、左上を1枚だけ戻します。上の左右の角と右下の角を右上の折り筋と同じくらい折ります。
裏返します。ペンで顔を描きます。これでクジラの完成です。ぜひ作ってみてください。もし気に入っていただけたら高評価やチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。